巨人の中田翔。あ、知らない選手です。巨人愛がすごいな、相手な。いいね。ほい。よし、これが負け。ファースト信用してない。原則再現。僕は怒っています。トートルです。そんな脳内下柳がですね、今回の説なんですけど、これ見てみて、これ許せない。これ渡来の査定2倍逆やろ。これコナミが渡来知らない説や。まあそれか、あの担当の人があの渡来に封鎖された球団の悲劇の可能性あるな。ツイッターでもブチ切れてた人やな、あの渡来のパフォーマンスに関して。よっしゃーってですね、全然よ、もうそういう選手はいてほしい。まあそんなこと言ったらもうやってないけど、あの田口の勝利の前とかな、あとそれぞれの悲劇球団の隠し歩きとか、どうだったもんね。昨日森下もバリかっこよかったぞ。もう20年目の貫禄で、あれは叩く人はもう森下も叩いてないとおかしい。生意気すぎるのはちょっとあれだけどね。プレーの中では生意気なくらいが状態かな。あのそうやるって言うと、あの関根がありすぎやけどな。横の方にも叩かれすぎじゃない、なんか関根な。プレー見てたらなんとなく察したけど。石川内野手よりもやらかしてるな。しかも石川内野手、あの精一杯やってあれだけど、なんか関根はかっこつけてるからな、なんか横のファンから言われてるのかな。でも今関根めちゃくちゃ打ってるから、あれがかっこよく見えるよな。まあああいうプレー嫌いな人はね、まあ中日ドラゴンズ応援しよう。中日はいいぞ。もう監督以外みんな堅実やだろ。なんなら最近監督も真面目や。てか中日強すぎんか。ドラゴンズに満たされる日々は本当に来ると。野球楽しい。まあそんなことうだうだ言ってますけどもね、渡れの話です、ごめんなさい。渡れの査定を考え直してほしいと。待てと、渡れの査定渋すぎ。おじさん、渡れの査定渋すぎ。というわけで渡れ使って暴れます。ぶっ壊します、全てをぶっ壊す。はい、というわけでね、育てたんだね。これ早速やってみようか。まあ渡れ、これ打席立たせたらどう見ても一郎守備固めに出す気満々な布陣だこれ。まあちなみにこの僕レベルでこれはブロンズです。びっくりした。プラチナ最高位、まあ全然取ってたんだけど前は。ちょ1年ちょっとリアタイやってなかっただけど、もうブロンズまで落とされたわ。もう眩しすぎて見えんわ俺には。あー眩しい。28歳のおじさんには眩しすぎる渡りは。これタツメセレクションやからな、これタツメセレクションの背景。これタッチでも本当に選手見る目だけはすごいよね。だけはって言うとちょっとあれだけど、打線はこんな感じです。一番渡りでいこうよ。というのが説はこちら。一番渡りで大暴れする検証したぜ。なんとか昨日1年ぶりにやって6連勝したんだね。こっから20連勝くらいしないと恥よ。ブロンズってまたやっぱ始めたての子たちがいるよな。その頃に負けたらちょっともう恥よ。こんな敗下気になるのに負けたら引退やろこれ。ちなみにあのブロンズマジでマッチング遅いこれ。やばいアホ。まああの金本の別所浴びせたいぐらい終わってるマッチングアイアンマンアホ。あれ会いた方会いた方会いた方いえ。あ、いやおー、金本別所全部言い方、ごめんごめん、すいません、ちょっと早かったです。今回行きましょう。はい、行きました。あ、日本からいなくなったと思ったらここにいたんか。じゃあ強くねえか。あれ早速組み怪しいけど、まあやってやりますよ。まあクソサイヤング賞は俺がねじ捨てるわ。日本の強さなめんのマジで。はい、そんなわけでこのスタメン負けるわけにはいかんでしょう。守備がばい。いつだのミレッジバレンティンが両翼にいた時思い出すわ。ファイヤーフォーメーション誰もが通るみたいな。これ勝てなきゃはずいで、いくら相手はブロンズで強いとはいえな。一平いなくなって悲しんどるやん、吉野部。まあそんな吉野部は悲しみのね、怒りの投球をしますんで、ここの僕ついてこれんやろ。オーケー。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。さあ、おい、ツッツ、ついに日本に帰ってくるツッツやん。他国になる中日に来て再現してほしいやん。続けちょうだい。しなしなやな。大丈夫か、日本でやっていけんのか。お神宮日本の4番やん。気をつけろ、やつはホームランも死んだ。おれ大丈夫、あか、大丈夫、オッケー。で、スリーアウトです。そして始まるな、ルーキーの伝説が。今シーズン初ホームランが渡らないでしょ。さあこれからで、今年一発目の試合だからね、これ僕の頼むぞ、渡らない。ちなみに君はベイファンなのに渡らいないのよこれ。渡らいが誰、和田勝弘。ちょ、和田が渡らいに。じゃあ強いな、初球発動して渡らばいけるわ。あか、終わりました。もうしなしな。154キロがいきなり出ました。2球目でもいいでしょう。よくないでしょう。危ない、セーフする。まあ、ちなみにあのバウはこれ初対戦だからな。うん、全然球種分かりません、分かりませんやん。おい、あ、そういうのもあるとね。いい粘り、ルーキーらしからのバットコントロールや。
まあ、僕は前に飛ばせないだけなんですけどね。ほら、相手困ってるよ。これ、ここで来るでしょ。はい、ありがとうございました。あ、いや、あ、いや、はい、はい、はい。相手の守備範囲も狭くないか、これじゃん。いいよ、これ渡れ。これ、間を抜けばいける。多分このパワーカーブがやばいよな。わかったわかった。軌道やばすぎでしょ、あれ。打てんの、本当に。もう二度と投げないでね。はい、来たー。来たね。ありがとうございました。チャンクス、ありがとうございました。まあ、こっからよ、こっから。うん。バウアー、まずは先頭。柳田が見せてくれちゃる。くれちゃるって。バウアー。うるえ。打ちました。村上。一塁アウト、スリーアウトです。辛いです。ナイス。取りました。まあ打てなくてもね、打たれなければいいですよ。うん。マキめちゃくちゃいいとこだ。二度とパワーカーブ投げてね。それやめて。よーし。取った。一塁送球。勝てって。どうすんだよこれ。俺ワンヒット出ても負けやぞこのまた。回に入ります。お、カジナにか。お、カジナ怪我したよな。そうそうそう、あ、ミモリンでした。ミモリン怪我したけど、はい、ここです。オーケー。あ、おお、あー、多分安倍か。うん、巨人ファン、あのバント中国どう思ってんのこれ。大城あのバントさせてな。大城石が打てる選手おらんやろ。あー、とりあえずここを押せんと反撃や。はい、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 とりあえずなんとかなったな。まあ、んー、どうすんだこれ。こっちもやろうか。そうだ、日露でいくわ。こっちもバントで。むしろそうだな、もう日露やな。ファースト忘れちゃった。うまい、これでゲッツも減らして完璧。はい、鬼の結走が来ましたね。鬼の形相、鬼の形相でコーチ見てた。セカンドからすごい鬼のような決勝で見てますね。あ、そうでもなかったね。パワーカーブだけやめてね。絶対やめてね。あ、それやめてね。そうだ、やばい、ちょっと俺安倍付近も取り込んでやってる俺も。パワーカーブだけやめて、本当に来ないで、絶対にやめ、やめろっつったろ。なんで手出ちゃうんだろうね、あれね。うん、出さなきゃいけないね。もうどうにもならんでしょう。もう得て、よい、帰ってこい一郎。おほら、後悔などあろうはずがありません。こんな勝ち方でいいか。ブロンズ帯で入ったらいいんだよこんなもんね。ヒンドラのもヒリヒリだね。それだろ、この前28歳になっちゃったからね。俺ちょっと反射神経衰えてるわ。だ、何の企画だったっけこれ。これ吉野も微妙な顔しろわ。バウは打てないからもう二度と使わないでくれ。もうマジでもいい。俺も使ってた。おっせぇ。これもバウアーが渡米でだいぶ時間かかったのと一緒やろこれ。バウアー今日俺先発させようとしてるから長いのかな。対戦相手が見つかりませんでしたってな。メジャーからのオファーがありませんでしたみたいな。やっと始まったですしお寿司。巨人の坂田翔。あ、知らない選手です。巨人愛がすごいな、相手な。いいね。うい。よーし、これが負け。ちょ、ファースト信用してない。原則再現。ドロイド野上さん、お前巨人の魂どこ行ったんだよなあ。行こうぞ渡来。あ、めちゃくちゃ飲みやな。野上さんなんか変な変化球あるわけじゃないからね。ここで打てなきゃ誰も打てんぞ俺。これバウは打てない。まだしも打てれた。8は走れ。ここよ、通信待ち。おい、あら、はい、勝ち。こんな試合ないで、もっと圧倒的に勝たねえか、戦力で。あのコーチに怒られたもんな。シュンペーター初めて使うね。こんなの初めて。うっせえわ。どうなってんねこれ。ちょっと、おきょい、ちょい、しょしょしょい。え、見ろ。お、山下の投げ合いや。おお、これは負けるわけにはいかんねえ。はい、ここベーストピッチャー、もうこれ打たれるわけないでしょ。あんま。打ちました、いい打球だ。4回までのね、初めて今シーズン失点したな。何してんのマジで。山下の顔よ。じゃあここで渡辺見せてもらおうかな。ちなみに山下打つの初めてです。バッターとして球見たことないからわからん。行こうぞ。おい、いいね、面構えがいいね。和田和弘、ちょ、和田が渡辺にストレート回ろう。よし、大丈夫、打たなきゃいけ、打たなきゃいけ。なんかさっきのバウアーとかさ、なんか山下とかなんかドロップ株持ちいっぱいや。おれー、これはひどい。
柳田取り返せ。先頭バッターを打ち取っています。もう待ち、あの一球待ち、その一球じゃない。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、入ったホームラン、いかに左に切れました、ファール。もういいでしょ、縦す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 、アウト、これで3アウト、試合終了。ブロンズってまだやっぱ始めたての子たちがいるよな。その子らに負けたらちょっともう恥よ、こんな廃棄になるの。負けたら引退やろこれ。はい、渡来くん一本も出ませんでした。まあね、ここで打てなかった渡来の初ヒットは皆さんのね夢の中で打たせていただけたらなと思います。ケガ病渡来を中心に返して、以上、元の人はチャンネル登録、せなら、ご視聴ありがとうございました。ゼロマスターにしてくださいね。